ておめでとうございます。2019年もバスケットライブのご贔屓をよろしくお願いいたします。今日は日本バスケ界の偉い方々の新年のご挨拶があるということでやってまいりました。新年初のリポートしっかりお届けしたいと思います。今年は2月24日イラン戦があります。でそこをスタートにして9月ワールドカップ本番、そしてその後2020オリンピックパラリンピックにつながっていきます。今年は一つ一つが次のステップにつながっていく、そんなスタートの1年だなって思っています。団結、そして結束する、オールバスケットでね、結束して団結していくという意味での決です。昭和のプロ野球、平成の J リーグに対して新元号の B リーグと言われるようにやっていきたいなと思います。バスケットライブです。昨年1年間の日本バスケ界を改めて振り返って評価をお願いします。いい部分でいくと、かなり、そうですね、70点ぐらいは上げたいなと思うんですけど、ちょっと8月のことがあったので、55点ぐらいかな、まだ。だから、これからに期待するってところで55点。明けましておめでとうございます。バスケットライブです。今年もよろしくお願いいたします。今年1年日本バスケ界に期待することを教えてください。はい、男子の、とにかくワールドカップ出場、自力出場っていうのがかかってる年ですし、バスケット界を知らない人たちもバスケットを知ってもらう、そういうきっかけの年だと思うので、是が非でも、グッドニュースをたくさん出していける、そんな1年にしたいなと思ってます。昨日の、アルバルク東京と栃木の試合、本当にインテンシティあふれるね、もう守り合いというか、あれだけ激しいディフェンスがね、日本ができるようになってきた、これをどんどん伸ばして、で5月11日のチャンピオンシップ決勝が素晴らしい試合になること、それが当面のね、僕の夢ですかね。はい、バスケット関係なくてもいいので、お二人の個人的な目標があったら教えてください。個人的な目標ですか。そうですね、今年はなるべくたくさんの人たち と、ネットワークつないで、で、バスケット界にその人たちを引き込みたい、そう思ってますね。僕はね、1年半前からジムに行き始めて、これを継続してるんです。最初腰が痛いと言ってたら、三谷さんにそんなんじゃダメよと言われて、それからやってるのでね、あんまりムキムキっていう感じじゃないんだけれど、やっぱ姿勢正しくスッといけるようなね、そんな、いい おじさんになりたいなと思ってます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで新年初リポート行ってまいりました。2019年も日本バスケ界をガンガン盛り上げていきますので、皆さんついてきてくださいね。ちなみに私の今年の目標は、仕事も恋愛も当たって砕けろです。今年もよろしくお願いします。バスケットライブ。